この時間はゲストの方と中継を結んでお話を伺います。内藤証券リサーチアナリストの大部由紀子さんです。大部さん、はい、こんにちは。こんにちは、どうぞよろしくお願いいたします。日経平均ついに最高値更新してきましたが、今日も続伸して堅調な試合ですね。そうですね、やはり今まで見たことがない数字ということで盛り上がりも出てくると思いますが、まだトピックスが高値に届いていませんので、うん、 それも高値更新を待ちたいところですね。はい、それでは今週のお話どういったことでしょうか。はい、今週は24年3月期の第3四半期の決算が一通り終わりまして、そして23年12月期の決算も終わりましたので、はい、そのまとめと、あと新しい期に入りました12月期企業の増益計画を出している企業についてお話ししたいと思います。はい、お願いします。はい、まず全体ですけれども、日経平均株価89年の高値を更新してきました。もうここで高値を更新してきましたので、ある程度勢いがついた動きが続きそうなところではありますけれども、うん、目先は多少調整もありであろうというところかと思います。はい、そしてトピックスですけれども、こちらはまだ過去最高値2884ポイントに届いておりませんので、こちらはこれをめがけて上昇していく途上にあるというふうに考えられると思います。そうですね、あと170ぐらいですかね。そうですね、ポイントですかね。あ、もうちょっとかな。はい、はい、そしてドル円ですけれども、はい、今円安傾向で150円程度で推移しておりますけれども、うん、この株価、日経平均やトピックスが高値をつけていて、89年末ぐらい、いくらぐらいだったかというと、大体144円ですので、うん、今よりも若干円高、まあ、今とそれほど変わらないというような水準でした。そうですね。それを考えてみますと、やはり円安が現在の株価の押し上げ要因になっているということは言えるかと思います。そして昨年来の日米中の主要株価指数の推移ですけれども、はいはい、最も上昇しているのがナスダック総合、それを追いかけて日経平均、トピックス、そしてやはり年明けから勢いがついているのが米国株ということになっております。そして中国株も少し戻りが見えてきています。ただここで考えたいのが、ニューヨークダウにつきましては、もう過去最高値を更新するペースでずっと上がってきているわけです。はいはい、でナスダックにつきましては21年の11月の高値が 16,057 ですので、うん、これにもうちょっとで届くところにあります。ここのところね、取引時間中でなんか届いて引けは結局届かなかったっていうのが結構先週あたりもありましたね。そうですね、ですのでそれを考えてみますと、うん、日本株についても、はい、この先普通に高値を更新していくのが当たり前になっていく、そういった動きになっていっても、うん、別に不思議はないというところにあると思います。なるほど、はい、そしてではこの決算のまとめですけれども、はい、こちらは24年3月期の企業、第一四半期ごとの四半期ごとの前年同期期の売上高、営業利益、経常利益、当期利益の伸び率と3期までの累計の伸び率をグラフにしました。売上高に比べて営業利益が伸びている点に関しましては、まあ、売上に対して利益率が向上しているということが考えられます。また経常利益が第1四半期、第2四半期、第3四半期で非常にブレがありますけれども、これは金額が大きいソフトバンクグループの影響があります。ですので全体で考えてみますと、売上に対して利益が確保できている、そして第3四半期の累計の時点で通期の計画に対して当期利益で 84% の進捗率ということで、比較的堅調に業績が伸びているということが考えられます。そしてこちらが業種別にこの第3四半期までの累計の当期利益の伸び率を示したものになります。業種ごとにある程度ブレがありますけれども、特徴的なものが輸送用機器の伸び、ちょっと小さいですけれども、はい、77%、うん、特に自動車系が伸びましたので、それが伸び非常に伸びているということ。逆に減益となっているところでは、海運株がやはり海運市況の
影響を受けて大幅に減益しておりますけれども、逆に株価については非常に堅調な推移となっておりまして、従来の見通しに比べると実態はかなり良いということが言えるかと思います。予想ほど悪くはないということですかね。はい。そして実際に情報収集した企業が1139社のうち235社ですので、だいたい5分の1ぐらいの企業が従来の見通しから期末の計画を情報修正しているということですので、もともと保守的な見方があったということは言えますけれども、かなり実態としては順調に業績を伸ばしている、うん、思ったよりも良い結果になっているということが言えるかと思います。はい。ただその中でちょっと悪い企業というか残念な結果になっているのが化学の分野で、はいはい、こちらは石油化学製品の市場の低迷で減益もしくは赤字拡大というのが目立っています。そして終わった23年12月期の企業の決算ですけれども、こちらについてはどちらかというと第一四半期で前年同期比で伸びた後徐々に減益していくというような動きが見られました。通期の計画ですと全体の合計では当期利益が計画にわずかに及ばずという形になります。ただこの影響が大きかったのが中国の広告事業の不振で最終赤字になった電通グループですとか、また中国のゲーム規制の影響でゲームがリリースできたりもしくはできるかできないかわからないというような影響を受けたネクソンなどの減益が大きく響いています。そして業種別でまた見てみますと、はい、全体としてしましては計画費プラスに終わった企業が122社ですので大体6割です。ですのでやはり全体としては計画よりもプラスで終わった企業が多いということ、そして今期24年12月期の計画につきましては対象になって当期の計画を出している会社が190社程度ですけれども、はい、その中で140社以上7割ぐらいが増益の計画を出しておりますので結構高い比率ですよね。はい。ですのでちゃんと企業は業績を伸ばしていく体制ができているということが言えるかと思います。そしてその中で特に当期利益が発表されているもので見てみますと当期の営業利益がだいたい全体で 15% 増、そして当期の当期利益が 16% 増というふうになっておりますので、はい、当期利益が 15% 以上伸びるというような計画を出している会社をこちらにまとめてみました。その中でも結構自己総額が多い順で並べておりますけれども、その中で黒字転換の見通しを出しているのがやはり電通、そしてレゾナック、そして決算発表後に株価がちょっと急落する場面がありましたけれどもトレンドマイクロ、そして化学系でかなり減益になりましたが回復を見込む花王、そして日本大化工業、そして順調に業績を伸ばしているキリンホールディング、アサヒグループホールディングスといった食品の価格の上昇を商品に転嫁できている企業などが並んでいます。ですので、はい、こういった企業が業績が堅調であること、そして似たような業種の中で3月期の企業、そういったところが物色されていくのではないかなというふうに思います。まあ、全体としてやはりこの3月期の第3四半期もあとは12月期の通期も、まあ、業績は順調だということになりますよね。そうですね。まあ、その中からどうやって選んでいくかということですね。はい。特にある程度規模がないと海外の資金が入りにくいというのがありますので、はい、やはりある程度大型のカフェで、そして海外の人に比較的馴染みがある、うん、海外での利益の比率が高い、海外の子会社の割合が大きい、そういった企業が物色されやすいかと思います。特に売上に対して営業利益が伸びている会社というのはやっぱり海外の子会社が利益を上げているんだろうというところがありますので、はいはい、うん、そういったところが、まあ、売上の割に営業が伸びて営業利益が伸びていて、この先本当に売上
が伸びなくても利益が伸びるのか、この営業利益の伸びが単なる構造改革の結果だけではなくて海外で稼いでいるものなのか、はい、そういったものがちょっと見極められるところなのかなと思います。なるほど、はいはい、でそして今後の注目点ですけれども、はい、やはり来月ですけど FOMC があります、うん、その前にバイデン大統領の予算教書がありますけど、それの前に本当に予算が成立するのかという問題がもう一つ出てくるかと思いますですね。この経済対策ができていくのかと、あとソフトランディングに至るのかどうかというのが米国の注目点になってくると思います。で国内に関しましては日経平均が最高値を更新しましたけど、はい、じゃあトピックスはどうなるのかということ、うんうん、そして日銀のマイナス金利の解除観測ですけれども、これがやっぱり一つね、はい、そうですね。で春闘の集計の結果の発表がだいたい15日ぐらいで、日銀の金融政策の直前ですけど、はい、これを見て、まあ、日銀が修正に動くのか、それとも次回に持ち越しになっていくのかというところがやはり注目されてくると思います。これ3月の会合というのはあと3週間ぐらいですもんね、もうね。そうですね、うん、あとは、まあ、中国の全人代がありますので、はい、中国の経済政策がどうなってくるのか、うん、あと3月の17日ですけどロシアの大統領選がありますので、ちょっと地政学的な問題としては注意しておきたいところというのはあるかと思います。結構ね、中東情勢とかウクライナ情勢も動きがでありますもんね、今ね。そうです。 また制裁がどうのというものですとか、はいはい、そういったところはちょっと企業によっては影響が出てくるかと思いますので、ちょっと目を離せない動きですよね、そのあたりもね。はい、はい、大部さん、よくわかりました。今週もどうもありがとうございました。ありがとうございました。この時間は内藤証券リサーチアナリストの大部由紀子さんにお話を伺いました。